日はお忙しい中、はい、お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから復興まちづくり便り2号においてご案内させていただきました諸原地区の住まいに関する説明会を始めたいと思います。このことに関しましては皆様から活発なご意見をいただきたいと思っております。私は本日の進行を務めます復興推進室の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。それではまず8年に市長からご挨拶でございます。市長お願いします。北岩歴史の鈴田美濃でございます。大変2年約3ヶ月に難々としておりますが、ご不便をおかけしております。また若大意見あるいは集団意見同州行動につきまして非常に皆さん方にご迷惑をおかけしながらこの2年2ヶ月で3ヶ月過ぎ去ろうとしているわけであります。父と進まず大変皆さん方にお詫びをしながら、しかしながら日本の国と接触をし、そして指導をいただいて、今回の皆さん方と相談する機会を持つことができたわけで、全国的にもマスコミがご覧のようにたくさん来ておりますし、当然、一番早くはないですが岩手県あるいは福島県宮城県東京と比べても抜き出て早く計画を立てられるんじゃないかこんな気持ちのところであります。復旧につきまして約1年間で、終了したというふうに実は思っておる。2年に入りまして3年目に入ろうとしているときに、実現の年復興が実現の年だよこんなことを役所そしてまた議長はじめ議員の皆さん方にお話を申し上げているところであります。まさしく実現の年に向けて、今後伊佐原町の皆さん方が安心安全のために若手移転あるいは個別的な移転を踏まえて、今後どうするのということをご相談したくご案内を申し上げたわけであります。1年前の1年に3ヶ月前の2月頃かなというふうに記憶しておりますが皆さん方お集まりをいただきました。その中で、この移行というものを踏まえながら国と接触していくというご理解をいただいたわけでいよいよ実現するか否かそして皆さん方の住まいというものを踏まえながらどんな形で移転をするのかあるいは現在の住居にとどまるのかそういうことでできるならば今日ある程度の考え方を集約をしたいと実は思っています。先ほど1時から平方町の住民の皆さん方にご説明しほぼ理解をいたす約650件から700件ぐらいのそれぞれ不自由な生活をしている方に一日も早く安心安全な場所に移っていただきたい。しかしながら時間が当然ながらかかります。しかしそれを踏まえてですね、今日は私は実現の年の第一歩であるこんなふうに位置づけをしております。役所側で説明するともうすでにそれに決まったのかという疑問があるかと思いますが全くそういうことはありません。こんな案がありますがこんな我々で勉強しましたが皆さん方いかがでしょうかそんなようなことでございますので、まずご理解をいただきたい。そして、できるならば役所側の説明が終わりして、途中で質問されますと混乱しますので、できるならば説明を終わりして皆さんのご意見を受けたまえ、そんな気持ちで実は、
皆さん方にお会いをしてお願いをしたいなと同じように思っております、公営災害公営住宅もいよいよ6月の議会で、3カ所4カ所ですか4カ所が提案しておりますので、議決をいただけるものと信じています。そうなりますと建築が2月の15日来年2月15日の工事の請負の引き渡しと相なるわけです。そうなりますと9月にはそれぞれの皆さん方に、災害公営住居というものを提供できるんじゃないかなこんなふうに思っております。現在110戸の予定でありますけども少ないときはどうするんだという疑問にお答え申し上げますと何件でも作るというのが私の信念で、これは苦渋しているわけですから作んなくちゃいけない当然なんです。しかし国はそうはさせないでしょうしそこが政治格闘であるというふうに理解をしている。それから端的に申し上げて家賃の問題でありますが家賃の問題は向こう3年間国の方から認めていただいて、家賃は補助しますよこういうことであります。当時は1年間でありました。1年間は安くただし、給料の高い人は話は別ですが200万、300万、500万、1000万と家賃は違ってきますけれども現在生活が大変だということでこの災害を住宅を作ったわけですからそこが基本となりますからその方々は年金が例えば年金で、過ごせる方過ごしようとしているそういう方が多かったと思いますしその方は最低限の家賃に設定するということで、現在どの程度かかるか分かりませんのではっきりと申し上げられませんが1万8000円から2万3000円の間で5年間あるいはできるならば7年間その都度段階的にあるでしょうが皆さん方にご要望いただければ国の方と接触したいこんなふうに思っている。基本的には生活ができないんで家賃高く取れないだろうっていうのが私の考えです。お金のない人は払わない出てきって言いませんから現在住んでおる促進雇用住宅1年間だけだったんですよ。どうすんだ質問を受けました。出なげりゃいいでしょ出ないんですよ一番いいことお金なかったら払わないんですよそれが一番なんです。そこを基本としてこんなふうにみんなと合意をして決めていくかということが決め事なんですね。ですから世の中のは我々が作ってるんだ我々とてその災害の中でどんな住まいを作っていくかどんな有利なことを考えていくかそこが基本だろう実は思っております。私は知らねえやっていう私が言えば知らなくなっちゃうそれでは街づくりにならないわけですからですから今日はじっくりと皆さんの方でご懇談をしてそして今日は議長さんはじめ議員の先生方が何人かいらっしゃるなぜ来てるのどんな街づくりをするんだということを勉強してもらいたいですね。そして市長が提案することを反対賛成ということで議会が承認すれば北茨城独自のここがいいところですよ北茨城独自の支援としてこれをやっていかなくちゃならないだろうというのが私の考え方です。つまりないんだから払えねえだろうとないんだからもらえねえだろうじゃあどうするんだという話それが今回政府に対して家賃の軽減しろ住宅を作る前に最初からそんなこと言いませんからね最初は作らせちゃえばいいんですよ作っちゃったことできないんですあとはこの家賃ですから家賃払えねえんだよ払えない人が非常に多くいるんだだから最低の賃金を設定してください。こう申し上げるのが、私は筋である。こんなふうな思いで、皆さん方にお話をして、これは決定ではないですよ。私どもが努力をすること
すぐしながらですね、この新しいマイスに対しましてご理解していただきたい、今後どうするのか今日決めて、こんな思いでお話を申し上げてみます。ありがとうございました。続きまして企画制作課課長ご案よりお手元のこの資料に沿いまして磯原地区の復興方針について説明をいたします。皆さんこんにちは。企画制作課長の矢作です。私の方から復興方針の案についてということで、説明をさせていただきます。私の方で職員の方で説明いたしますのはこの1番から5番でございまして、こちらが復興方針の案でございます。でその後事務的な話につきまして6番7番につきましては、市役所の方で委託しているコンサルであるランドブレインの方から後で説明を差し上げたいというふうに思っております。最初にお答えということで1枚この画面を入れております。先ほど市長の挨拶でもございましたけれども、この説明会は決まったことを説明するという場ではございませんで、皆さんと話し合いをするというそういう場であるということで1枚画面を入れております。1、市が復興方針の案をお示ししますということで、市の方で調査しました結果こういうことができますよとか、こういうふうにしたらよろしいんではないでしょうかといったような考えをまとめましたので、これをお示ししたいというふうに思っております。それに対しまして2ということで、皆様方の意見などを聞かせていただきたいというふうに思っております。それは市の考えに反対ですとか、あるいは賛成ですとか、あるいはエリアをもっと広げてほしいとか、あるいはもっと狭めてほしいですとか、いろんな意見があるかと思いますけれども、そういう意見などを聞かせていただきたいというふうに思っております。で、意見を聞く場につきましてはこの説明会もそうですし、この説明会が終わりました後でも意向調査ですとか相談会ですとか、そういったものを開きますので、焦らずにゆっくりと意見などを聞かせていただければというふうに思っております。で、3としまして、結論としまして大方の声がもし得られた場合にはこの復興方針を固めていく、また計画の内容についても固めていくということをしていきたいというふうに思っております。こちらが今年の1月から2月にかけまして市役所の方で意向調査ということで住民の皆様方に行いましたアンケートの結果でございます。この表の上の段が磯原地区というふうに書いてありますけれども、磯原地区全体で、津波の被害を受けた方254世帯を対象にした統計の表でございます。それが上です。で下の方がこの対象区域ということで、特に被害のひどかった区域天日山の付近なんですけれども、そのエリアだけを抜き出してみました。それが31世帯の統計でございます。で、上の磯原地区全体で見ますと移転の希望につきましては集団移転、それから災害公営住宅、個別移転の3つ4プラス36プラス40で合計80件で、移転の意向の割合が 32% でございました。それが天日山の付近だけを抜き出してみますと移転の規模は3プラス14プラス5ということで合計で22件は 71%、 32% が 71% に上がったということが分かっております。反対に継続居住の規模でございますけれども、磯原地区の全体では 41% でございました。それが天日山の付近だけ抜き出してみますと 50% に下がるということで、これも移転の意向が強いということが伺えたというのが調査の結果でございました。ということで、市役所が考えました復興方針の案は次のとおり、磯原地区につきましては天日山付近の区域の場合、ここで防災集団移転を検討していこうというふうにただこの内容につきましては地域の皆さんと話し合いながら決めていきたいというふうに考えております。ここで改めまして防災集団移転が何かというのを申し切りで示しております。上の方に2行ありますけれども、津波被害に遭った区域、特に被害が甚大であった区域から市が整備した安全な場所へ集団で移動する事業ですということで、こちらのような沿岸区域のかなり危険度が高い区域、こちらから安全な地帯ということで災害公営住宅であってもいいですし、集団移転の戸建て再建であってもいいんですけども、こういう安全な土地に移転してもらうというそういう事業でございます。
ただ国の制度上この移転をする際に災害公営住宅にまとまって5軒以上もしくは同じ住宅団地の集団移転戸建て再建が5戸以上こういったような規模が集まるということが国の採択条件ということになっておりますのでこれは慎重にやっていく必要があるということになっております。で国の制度で採択を受けられるということになればこうした災害公営住宅の移転集団移転の戸建て再建の移転、これに加えまして個別移転の方でも元の土地については買取をすることができるというような制度でございます。一方でこの災害危険区域に指定された中に残る方でございますけれども、このエリアには建築の規制がこれからかかるというようなことになってまいります。ただ今後も住み続けることはできますのでその中で引き続き継続して生活をすることは可能でございます。続きまして集団移転を検討する区域でございます。想定する移転の対象といいますのは東日本大震災の発生時に区域図の1枠の移転対象区域内に居住していた方ということで、お手元の資料にもありますし壁にも貼ってありますし後でまた図面は大写しにしますけれどもその区域の中に入っていた方ということで最初のスタートの案は設定をしております。ただよく聞いてほしいのが留意事項でございましてこれから示します対象区域その案でございますけれどもそれに近接している方でも参加を希望される場合には検討させていただきますということで対象区域と同じだけの津波からの危険度があるというふうに考えられる方例えば隣接しているとかあるいは連続して近接しているとかそういった方につきましても事業の対象とするようなできるような可能性がございますのでそういう意向を寄せていただければ市役所の方でエリアの中にできるかどうか検討させていただきたいと思っておりますので今後じっくりと考えまして意向を市役所の方に寄せていただきたいというふうに思います。それから2つ目の丸ですけれども制度上この支援事業を導入するためには次の2つの条件が必要となっております。これが国の制度上の要件なんですけれども移転対象区域には土地利用の規制をかける必要がありますよということです。これが建築基準法39条の規制がかかるということになりますけれどもこの具体的なイメージについてはまた後で説明をいたします。それからもう1つの条件が移転対象区域から新たな移転先への移転が5戸以上まとまることということで1月から2月のアンケートの結果によりますとこの天日山付近の区域ですと同じ災害公営住宅への移転が5戸以上まとまる見込みが強いというふうに捉えているところでございます。ということで市役所が考えました移転対象区域がこの赤いエリアでございます。お手元の資料では白黒の資料となっておりますけれども太字で書いて作っております。でこちらにつきましては実は国土交通省が東日本大震災の後津波の浸水深ですとかいったものを調べておりまして、その中で、津波の浸水の深さが2メーター以上ありますと全壊の危険性が急に高まるあるいは人命の危険性が高まるということで2メーターを超えると危ないですよというようなことが示されております。また国土交通省のこの調査ではこのエリアでは浸水深2メーターを、推定ではございますけども記録したのはちょっとすみません手が、この微妙なラインなんですけども こういったエリアが2メーター浸水の深さがあっただろうというふうに推定したということでこれを参考にしましてまた被害の状況ですとか皆さんの意向も少し参考にしておりますけれどもこういったことを元にしまして最初のスタートの案ということで示しております。この区域の中に入れば防災集団移転事業がもし成立した場合には3つの移転災害公営住宅であっても集団移転であっても個別の移転であっても宅地については市の方が買い取ることができるということになります。ただ残る方につきましてはこれは土地利用の規制がかかってくるということでその内容についてはまた後で説明をいたします。それと一
軒先の候補地でございますけれども、これは災害公営住宅が今のところ5戸以上あるということで、これを想定して案ということで、まあ、例えばということで提示をしております。磯原駅西地区の付近などということで、磯原駅の 西地区の私有地、こういったところなどを中心にして現在検討しておりますけれども、まとまって5戸以上が同じところに移転していただく必要があるということで、災害公営住宅についても同じ場所に移転してもらう必要がある。でこれを確実にするためには、もう1棟、まあ、防災主大移転が成立するという条件でございますけれども、もう1棟災害公営住宅を追加建設するというようなことを考えていきたいというふうに思っております。これは、まあ、防災主大移転が実現した場合の話でございます。まあ、その他主大移転をしたいというような希望がもしまとまるようであれば、その災害公営住宅の付近ですとか、あるいは別な場所、こういったところへの移転などについて調整をさせていただきたいというふうに思っております。続きまして支援できる内容というページでございます。こちらは、移転する方、また3つの移転、災害公営住宅ですとか、集団移転の戸建ての移転ですとか、あるいは個別の移転、こういった方に対して支援できる内容を大きく3つ記載しております。1点目が移転対象エリア内の宅地につきましては市による買い上げが可能ですということでございます。まあ、ちなみにこの上に家屋なりがあります場合には、評価に見合っただけまででございますけれども、移転の保証についても出すことができるということになっております。それから2点目、住宅の新たな再建に際しまして、鍵入れをするような場合につきましては、ローンの利子補給を受けることができるということでございます。これも、まあ、実費相当までしか出せませんけれども、最大で、310万と96万と合計しまして最大406万円まで、利子補給をすることができるということになっております。それから3点目、移転対象エリア外への移転に対しまして、移転費用、まあ、これは引っ越し費用のことですけれども、これの支援がありますということで、こちらは最大78万、まあ、こんなにはいかないと思いますけれども、こちらも実費相当まで出すことができるということになっております。ちなみにこの2点目3点目については、訴求措置というのはちょっとできないというような制度となっておりまして、例えばすでにもうローンを借りているといったような場合については、この補助2点目の補助はありません。それから3点目につきましては、新たな戸建ての住宅を作ってしまって引っ越しが終わってしまったというような場合、すでに引っ越しが終わった場合については、補助をすることができないということでございます。あとまた追加なんですけども、宅地以外、例えば会社ですとか店舗ですとか病院ですとか、そういったような時につきましては、一応買取をできる可能性があります。こちらにつきましては、事業が採択になった時に国と協議をしまして、買ってもいいよと、まあ、移転する宅地の中に囲まれている場合については、買ってもいいというような判断基準が国の方ではあるようなんですけれども、買うことができる可能性がありますので、そういった方についても意向をお寄せいただきたいというふうに思っております。続きまして規制のページです。こちらは継続して住み続ける方に関わってくるという話でございます。移転の対象エリア内は、今後住居を建築増改築する場合には制限がかかりますということでございます。その具体的な内容についてはまだ検討中で未確定ではございますけれども、例えば建築する場合には盛り土をするですとか、基礎を高くするですとか、1階を居宅として利用しない、まあ、2階以上に住んでいただくような構造にする、まあ、そういったような制限がかかってくるということでございます。ただ既存の建物には制限がかからず居住を続けることは可能ですということで、今住んでいるうちがあればそのまま住み続けることは可能でございます。私の説明の最後の画面でございます。今後のスケジュールを示しております。左側が集団移転のスケジュールでございます。右側が災害公営住宅のスケジュールでございます。集団移転のスケジュールでございますけれども、まあ、本日は住民の説明会などを行っております。でその1週間後には個別の相談会という機会も設けております。また後で説明いたしますけれども、
参加の意向確認書というのも皆さんにお配りしております。これも6月21日までに市役所の方にお寄せいただきたいというふうに思っております。まあ、こうしたものを通して皆さん方の個別の意見も集約してじっくりと事業計画を考えていこうというふうに考えております。で、まあ、その結果を踏まえまして調整が進んで合意ケースも全てまとまった後には国に事業計画の認定ということで採択してもらえるように協議をしていくというようなことになります。で、まあ、これ7月頃と書いてありますけれども、これはまあ目標をなるべく早くやりたいという目標でございまして、実際にこの実現できるかどうかは皆さんとの調整の進捗状況によるということになろうと思います。で、国から採択を受けましたらば早急に工事の方に入っていきたいと参考に、一方で右の方につきましては災害公営住宅の予定を示しております。先ほどの説明でもし防災集団が成立するのであれば磯原地区に追加で建設を考えるというふうに言いましたが、それ以外の今作っている3地区の災害公営住宅のスケジュールが右の方でございます。9月頃に入居者を募集するというのを始めます。で、2月15日には工事が完成しまして、3月から希望者が住宅入居できるというようなスケジュールで現在は進めているところでございます。一方、磯原地区に対外公営住宅をもう1個追加で建設するといったような場合につきましては、今から設計なり、事業の予算化なりを始めますので少し遅れまして、半年あるいは1年ほど遅れまして、ここでは HG26 年の秋頃というふうに書きましたけれども、このぐらい半年あるいはさらに遅れて1年ぐらい、この間に災害公営住宅の入居ができるといったような予定になってこようかというふうに思っております。このようなところが市役所が考えております復興方針の案ということでございまして、これにつきまして、皆様方の質問ですとか意見ですとかそういったことを聞きながらさらに詳細な内容については固めていきたいというふうに思っております。私からの説明は以上でございます。説明の方は終わりましたので、これからは皆様のご意見をお聞きする時間といたします。せっかくの機会ですので、どんなことでも結構ですのでお願いいたします。すみません、一つお願いします。赤津というものです。先ほどの説明の中で移転対象エリア内の宅地については市による買い上げが可能ですというご説明があったんですが、このエリア外、帰省するエリア外ですね、については市の方の買い取りというのはあるんでしょうか。またこのエリアというのは、案というふうになっているんですが、また見直しして、広くなるとか狭くなるとかというのが発生するんでしょうか。ですね、最終的に案が取れまして、エリアが確定した後には、このエリアの外側の方の土地は、今のところ買う予定はないです。ただ、こうした説明会ですとか、1週間後の相談会ですとか、それから意向確認書の内容を聞きまして、皆様方の意向を聞きまして、国の制度の中でできる範囲ではあるんですけれども、その中でできるだけ調整をしまして、そういう意向を反映できる場合には事業の取引の中に入れていこうというふうに思っております。ただ飛び地ですとか今示したような区域と危険度が明らかに異なるだろうなといったような場合には区域の中に入れることはできませんので、その場合にはまた調整をさせていただきたいというふうに思います。その区域に入れていただきたい場合は、どのような手続きをすればいいんでしょうか。手続きというのは何もございませんで、今言っている説明会でこういう意向がありますよということを聞かせていただくのもそれも手続きの一つですし、あるいはお手元の参加の意向確認書、そちらの方で部屋に出てくれというようなことを書いても結構ですし、あるいは1週間後の相談会、あるいは適宜市役所の方に、電話なりあるいは来ていただいて相談していただいても、その意見については我々の方で。ただ確実にエリアの中に入れるという約束まではまだ今の段階ではないということもご了承いただきたい。ご意向についてはぜひとも聞かせていただきたいと思います。
わかりました。ありがとうございました。海側に住んでたんですが、堤防の方で、そういう防災のそういうのはあるんですか？今まで通りなんですか、堤防は？ですね、堤防の管理者、こちらについては海も、それから沖田側も県の管理になりますけれども、防潮堤の整備については今検討しているところだということは聞いております。それで、堤防の近くだったから、だから津波が来るとね、どうしても被害に遭っちゃうんですよね。でも区域外なんですよ、海側で、そういうとこを買い上げてほしいなと思ってるんですが、ですね、このエリアにつきましては、東日本大震災で、浸水深が2メーターというところを参考にしてこのエリアというのはしております、うん、だから、はい、うちの方は被害が多かったんですよね。でもそういうふうに入ってないんですよ。だからそういうとこはちゃんと見てくれてるんですか？ですね、完璧な指標としまして、その2メーターという水深、浸水深を使いましたけれども、まだこれ案ですので、そういう意見もちゃんと私どもの方に寄せていただければ、私どもの方で、組み入れられるかどうか考えていきたいと。どうしてもね、階段のとこだったから、もう波がガーッと上がってきちゃうんですよね、でそこの地域の人たちはみんな危ないって言ってるんですよ。ところが堤防の方も直してないし、そのまんまだし、現在住んでる方もいますが、ぜひともそういうものを考えてほしいなと思ってます。その防災についてはですね、現在県の管理ですから、県と国なんですけど、下田ぐらいは2メーターを決定して住んでないものですから、2メーターを、いや、それは防災修繕に関係ございませんから、それで今回決定したんです。で、それと同じく、この辺ですよね。そうです。ね、でこの辺、危険区域に入れて、土地の買い上げして、で、そんで別なところに移ってもらうのが一番ですもんね。そうですよ。その話を、そのようにお願いしたいんですよね。その話を今日して、ここが例えばこうなったって構わないわけだよね、2メートル水が来ちゃったんだから。そうなんですよ ね、 ね、うちなくなっちゃったんだからね。ここではここの人はダメだよということではないですから、ただ提案としてこういうことでうちなくなっちゃったんですから、こっちの方の例えば駒沢の地なんかひどいもんだよね。そうですよ、うん、だからそういうのはエリアを今後聞いていきますので、それで皆さんの意見を言っていただければ、そしてエリアを拡大したり、あるいは例えば、例えばの話ですからね、こっちを削るとかね、これ削れないですけど。だからずっともっと増やしてもらいたいんですよね、そこだけじゃなくてね。ずっと増やすとね、だってこう堤防側にいる人は常に不安を抱いてるでしょ。そうですね、うん、でずっと増やすと今度はその国でも俺はその参加しねえとしていますよね。例えば参加しない人も困っちゃうんです。今規制がかかりますから、そうすると盛り土をして無事で増築する場合には盛り土しなさいよ、基礎を高くしなさいよという問題が出てきちゃう。で今住んでるうちにそのまま住めばいいんですよ。ただ孫のために、子供のために増築するなんつうと、そういうこと規制がかかっちゃう。そのまま住めないからね、その後にうち建てられないで困ってるんですよね。ですから、でその分の税金は支払ってるし、それはこんなのって住めないとこになんでこうやって税金支払わなくちゃなんないのかって。それはなんかそう思っちゃうんですよ。そうですね、そう思ってもそれは制度ですから、免税しているところはもちろん免税してますし、お金のあるところからは頂戴していますし、ですから現実問題としてこのエリア外だけだよという考えじゃ しないでくださいね。今ご意見あったようにどんどん伸ばしていって旧ソ連の場合は困るよと、全部伸ばしめと、そしたら全部移転しまべ、これが一番私はやりやすいんですよ。
本当のこと言うと。そうですね。うん。もう何のことはね、二つ島の旅館まで全部行けてくる。それ一番いいですね。ね。それはもう基本的に思ってる。だって高台遺伝ってことはそういうことだからね。そう。でそこに住むのには、住むなよと。私言いてえの。でも言っちゃいかんでしょ。徳さん住むなよって言わ。でもそこは住まなかったらばこういう規制がかかりますよっつんで表に高台こういう素晴らしい高台のところで移ってくださいねっていうことに、それが本音なんです。今おっしゃるようにそれが本音です。ですからその意見を十二分に排除しながら意見が取れ全員でそれは全部やっちまうべということならなお結構なんです。そうお願いしたいです。はい、わかりました。市はどんどん税金を取ってどんどんお金を皆様方に還元をするこういうことになろうかと思います。それからね、今のお金の話出ましたけど、お金の話は私も一番辛いですけど一番言いたいし皆さんも理解してほしいですね。震災前の時の値段と今の値段違いますよね。やっぱり7割ぐらいになっちゃう。この7割ぐらいになって大体まあ7万から8万ぐらいでしょ。分かりませんよ。おめえ7万か8万使ったって言ったらそんなこと言わないでくださいよ。例えばの話だよ。8万円、まあ、10万円と買ってしたら3割したら7万円ですよ。そうすると不動産鑑定で7万で使えばいいけどもっと下になっちゃうでしょ。5万になっちゃうでしょ。そしたらば5万でしか買えない。それでは北茨城市では今まで私が喋ったことがみんな嘘になっちゃう、ね、一般財源から繰り出しても北茨城はプラスアルファをして高台移転に命を守るために必ず高台移転をお願いしたいんですということ言ってますよね。各地区で言ってるんですよ。議長さんにも議員さんの存じ上げてます。それがいよいよ今度日の目を見ることになるんです。ですから北茨城が一般財源を繰り出すお金はありますから、それは皆さん方の税金を納めていただいてこういうことでありますから、それを還元をしていくというのはこの時だろうと思ってるんですね。ですから国の決まったことを国だけでやるんじゃない。北茨城市が北茨城市独自の移転計画を作る、こういうことです。話はいいでしょ。普通はこんなこと言いません。どこでも言うわけだと言わないし、大熊だってどこだって言わないですよ。宮城県だって言われてる、言ってるのは私だよ。それは皆さんを考えた時に何が必要か。私今69人なんですよ。69でローンなんて借りられこない。そしたら集団防災移転の2つのこの公営住宅に入るべきこうなりますよね。しかも俺は金持ってるから高価再建するんだという人は今回そうお願いして、そしてその跡地は今おっしゃったように元の土地の価格で買いましょう。元じゃねえかもしれませんよ。私のことは気分いいときは。それは皆さんと相談して7万円だったら7万5000円出してやれ、違うかもしれない。それは市独自ですからね。それは議会と相談しないし、豊田議員がいくら声を上げてもだよな。議長をはじめあそこに並んでる議員さん4人5人拒否しますけど、この人が反対だったら使えない、そういう人ではないんですよ。これそれはみんな理解してない。だから議会議員で反対する人いないと思う、誰も。それは一般財源から許される範囲の中では還元してあげろ、こういう大きな災害に遭っちゃったんだから病ないよ。それはもう一つ言いたいことは、今中野の北浜それから下桜につきまして2メートルのかさ上げが決定しました。これは本当に、頑張って国の方に説得しました。そういうことはやり遂げます。ですから当然だからここでしましたら、ここの防波堤をこのままでいいなんて誰も思ってもないです。これは移転をしようがしまいが、
これはやんなくちゃな。これはあの防災計画の中でやる。じゃなかったらおどんかずみさら大変だよね。本当に人のつもりだ。本当に。だからそれはやんなくちゃ。ましてあそこ川入って走ってからね。余計なんですね、津波が来てね。だからそういうのはやりますから。ただ今回は皆さん方が集団移転をする場合に、高台移転する場合について合意形成が図れますかという、個人的には図れるよ、全体ではもう一度やり直してあの意見をいただけば、それで皆さんがまたお示しをして、区域を何しましょうよ、赤瀬さんね、こんなにしよう、あんなにしようということがあると思うんですね。ですから、まあ、今日は役所の職員も疲れてますから、今日は勘弁してもらって、明日から3回起立、だからまずももやもやしてね、起立する。この2人が皆さんの相談を明日から受けますから、書類にそれあったで書けなんだって、書けないでしょ、これ書けないもん。普通の人は書けないよ、よっぽど頭のいい人は、まあ、皆さんは書けないでしょうけど、そういうお手伝いをしまして、この2人が一生懸命やりますから、それで皆さんの意見を聴取して、そしてどんな町にするかということを決めていただければ、そしてそれは市の方と皆さんで合意をしたらば、このようにやる。こういうふうに決めたいと思います。以上です。それからね、家賃安い方がいいですよね。あの公営住宅に入る人安い方がいいよね。ねえ、だから払えねえよね。でも500万もらってる人とか800万もらってる人とか1000万もらってる人はきちんとした値段もらえますかね。それは当たり前ですから。そんだけの収入がある人がそれより安く入るってことは、これは世の中こんな真っ暗闇じゃございませんよね。やっぱり生活が厳しい人には厳しいなりの家賃制、おおよそ1万8000から2万2000ぐらいだと思ってください。まだ言うな言うなって職員は止めてるんですよ。でもそのぐらいしますから。それは国の方で1年間だったんですよ。君が1年後は市営住宅になるんです。ここが公営住宅じゃないんです。災害公営住宅じゃないんです。そうすると家賃はバッと跳ね上がる。そんな人についてこれねえでしょ。だからそこは3年間をこのままでしろということで、もう再三再四国交省に来てる。それで認めてもらった。大したもんでしょ、ね、え、本当に大したもんだと思ったら自分でも。でその次は5年7年ってやりますから。だから7年まで私が縛れていかダメだよ。こっちで怒ってきたらやんねえかもしれない。だからそういうことはあの冗談じゃなく本当の仕事、本当の話、そういうことをやるのが我々なんですよ。皆さんの安心安全のためにどんなふうにしたらば高台転できるか、できやすくするか、それはローンであったり、そういうものを補助しましょう。これだって容易じゃないですよ。400万まで補助されるんですから。400万の額が400万というものじゃないですからね、4億ぐらい借りると400万円なのか、まあ、金は私用意しませんけど、そういうことですから、皆さんが移転してコミュニティを作れるようなご検討はそういうことなんです。ですからどうぞあの住み続けなくちゃならん人は、事情があって住み続けなくちゃならん人はそれを認めてるわけですから、しかし現在のままでいてください。増築する場合にはダメですよ。する場合には基礎も高くしなさい。盛り土を作んなさい。そして今ご意見あったようにもっと拡大をエリアしろということであれば、その中にいる人たちの意見を聞いて、そして、できれば最後と言ったように給料は全部が一新目が1枚、この高田で一新目でもそこを言ったってね、なかなかそういうことにはうまくいかないから、まあ、拡大の問題、エリア拡大の問題、それからもちろんお金の問題もあるでしょうし、そういうことで今後やっていきたいなと思っております。
今日はいやいや、本当ね、お前もう静かにしてろって静かにしてますし、そういうことでありますんで、よろしくどうぞお願い申し上げます。忌憚のないご意見頂戴できるありがたいです。一番早いんですよ。そんなこと威張ってるわけじゃない。みんなの安心安全をもう明日からやりたいんですよ。だからそういう意見を聞かせてもらえれば非常にありがたいし、それをママンデーとしてうちの方で聞く必要もないし、明日も結論できれば、明後日も結論できれば、早くして国交省の方に、あるいは復興省の方にお願いをして、この事業を展開したいというのが偽らざる気持ちであります。
安倍さんって私の友達じゃありませんけど、安倍総理がそう言ってるんですから、その減災をどうするんだ、この急走路の減災というのは、あの今おっしゃるように防波堤が2メートル2メートルあの加算にするんですよね。そういうことはもう十分に理解してますから、それを踏まえて国と県に対して要望を重ねつついくと、防災については、減災については、しかし周辺については皆さんの、私は基本的には移っていただきたい、しかし移れない、それぞれの事情もあるでしょうし、その方には減災、防災というものをやっていかなくちゃなら、それが町づくりの基本だというふうに私も思っています。その他ご意見ございませんでしょうか。
集団移転とかですね、今からやっていくようになりますと、土地を提供したら速やかに住宅を建てていただくということになりますので、こういったことも、多分まだ決まってない方も多いと思いますが、今から考えていただくという意味で、記入できるところだけ記入していただければと思います。でその下の方に提出先と、この提出締め切りの方、連絡先と書いておりますので、不明な点がありましたら、こちらの方にご連絡いただければと思います。で、最後にですね、個別相談会についてでございます。で今説明した事業の内容であるとか、この記入の仕方で、その他、事業に関してですね、不明な点がありましたら、6月の9日、来週の日曜日の10時から17時まで、こちらの市役所の4階、今のこの場所ですね、の方で個別相談会を実施しております。で内容については、こちら書いておりますけれども、その防災集団移転事業であるとか、災害公営住宅で、住宅建設にあたっての資金計画とか、融資相談ですね、それとか、あと、確認書の記入について。でその他にいろいろ今住まれて不自由されてたりとか不安になられていることもあると思いますので、そういった悩みがある方は何でも、構いませんので、相談会の方に参加いただければと思います。でこちらの6月9日については我々のコンサルタントであるとか住宅金融支援機構さん、特に住宅再建される方でどういったローンをですね組んでいくかというような悩みもありましたら、そういった専門家の方も6月9日の方は待機しておりますので、ぜひ参加いただければと思います。でその時にこの確認書の方も提出いただいても構いませんし、もしこの日じゃなくて平日じゃないと来れない方につきましては、市役所の企画政策課の方で個別相談の方も、受け取りにしておりますので、いずれも相談いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。何階にあるんですか？2階になっております。2階ですか？申し訳ございません。ちょっと訂正、資料に訂正があります。資料に訂正がございますので、ご連絡申し上げます。6番の移行確認書ですね。R5、災害公営住宅の間取りというところがありますね。この1番と2番に 2DK と 3DK というような風に書いてありますが、これは 2K、3K の したいですよね、今日は。で進めということであれば、こういうエリアの問題だとか、
アパートが山岳ポジションが少なすぎるぞと、110戸では足んねえと、210カマ所帯が必要だったらまず作ればいいんで、そういうことをこれが決定しないとできないもんですからね、いかがしましょう。決定してください。はい、決定する人は拍手してきますかね。やだんとしていいかな、やだんとしていませんね。じゃあその決定をして、決定するか、この仕事をすることに決定をして、皆さん方に、情報は必ずきちっと入れますから、そして皆さん方も市の方に明日の午前8時30分から栄と松本がいますから、それは企画、2階の企画にいますんで、私の隣ですから、よーく話してください、不満も言ってください、そして、お金貸すのにはどうしたら借りられるか、何でもいいですから、夫婦喧嘩はダメです。じゃ あ明日からそういうことで、先に進むことをお許し願いたいと思いますんで、よろしくどうぞお願い申し上げます。皆様大変な、ありがとうございました。以上をもちまして、